はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのはこちら、キャプテンスタッグの焼き名人卓上カセットコンロ、こちらご紹介していきたいと思います。はい、キャンプやバーベキューのシーンですと、やっぱりこう網の上でお肉や野菜、魚介類なんかを焼きたいという需要は必ずあると思うんですけども、例えば炭のバーベキューグリルなんかを使った場合に、やっぱり火起こしが大変だったり、火力の調節が大変だったりと、いろいろ手間のかかる部分もあると思います。そんな時、こちらの製品ですと、ご家庭で使っているカセットコンロの感覚で、キャンプ場のテーブルの上、そしてご家庭での車庫やベランダといったおうちキャンプのシーンでも非常に手軽に網焼きバーベキューが楽しむことができます。はい、ではスペック見ていきたいと思います。製品サイズですけども、幅が 398mm で、奥行き 221mm、 高さが 130mm のサイズ感になっています。重量は 2.2kg ですね。上から見てみるとこういった感じになります。焼き網の焼き面のサイズは 275×175 のサイズになります。本体の材質と一緒に本体のパーツ見ていきますけども、まずこのボディ本体、開閉式のボンベカバー、そしてこの下段にですね、入っている水受け、水入れの部分ですね、こちらがすべて鉄製粉体塗装となっています。そして網を取り外しまして、こちらがバーナーのですね、輻射熱板ですね、熱をこう輻射するための板、そしてこのバーナー本体、火口の部分ですね、こちらがどちらもステンレス製になってます。焼き網も本体と同じ鉄ですけども、クロムメッキ製ですね、ツヤのあるメッキ製です。そして点火と消火、そして火の調節のつまみが ABS 樹脂、生産国は中国となっています。はい、点火方式ですけども、圧電点火方式となってまして、見えますかね、火花が走ってるのが、ここはですね、消火と点火という表示になってますんで、消火の状態から点火まで回すと、こうカチッと音がして火花が走って点火する方式ですね。で、安全装置ですけども、圧力感知安全装置を搭載しています。ガス管がですね、予想以上に熱されて、こう温度が高くなってきて、ガス管に対するこう圧力が高まってくると、自動的にガス管が外れてガスの供給が止まるといった安全装置を装備しています。火力は 2.3kW、 2000kcal の火力ですね。ガスの消費量は1時間あたり約 165g になっています。今ちょうど見てみると、こう U 字型に配管が入っていると思うんですけども、ここにこう火口がですね、バーッと穴が開いていて、まあ、この一箇所一箇所からこう炎が出てくるような感じになっています。まんべんなくこう広い面積をですね、焼くことができまして、火力の隔たりがない、そんな形状になっています。使用されるガスはですね、俗に CB 缶と呼ばれるこちらのブタンガスの缶になります。キャプテンスタッグのガスボンベ本体は3本パックで売られているものになります。ちょっと火の上がり方、実際に見てみたいと思います。ガス缶の蓋を取りまして、でマグネット式になってますので、グッと押し込むことでガス缶が装着されます。ちょっと分かりづらいですけども、今火がついている状態ですね。菊池の一個一個からこうやっぱり火が上がるので、こう全体的にまんべんなく熱を感じますね。で、使用時間なんですけども、 250g の缶、このガス缶で約90分ボンベ1本分となっています。この通知はですね、周囲温度がまあ大体20度から25度の時という想定で書かれていますので、まあ、実際の消費量、使用時間は状況によって変わる場合があります。はい、そしてこちらの製品はですね、ケースとか特についてこないんですけども、ちょうどいいやつがたまたま最近発売されてまして、こちらキャプテンスタッグのハンプコンテナバッグ S ですね、 UL2040 という製品なんですけども、ちょっとこう深さのあるハンプ製の手提げバッグですね、こういったプレートも
入ってまして、これに、まあ、大体本体がサイズぴったりに入ります。こういった具合にですね、持ち運びも非常に楽になりますし、若干この横とかにね隙間が空いてるんで、ガス缶3本入りのものを入れたりとか、カトラリーなんかも少しは入りそうですね。同じキャプテンスタックから、まあ、ケースとしておすすめの製品ですね。はい、では続いて実際に食材焼いてみた際の、まあ、使い勝手だったり焼き具合ご紹介していきたいと思います。はい、では今回はこちらの焼き名人卓上カセットコンロを使いまして、実際にお肉とか野菜とか焼きながら使用感見ていきたいと思います。使う前の準備としては、まず今日もう入ってますけども、ガス缶をセットしていただいて、この本体の上の部分から油の落ちてくる水受けの部分に水を張っていただく準備はこれだけですね。では実際に点火していきます。今日結構風強いんですけども、実際に火がつくかどうか見ていきましょう。はい、ちゃんと火の方もつきましたね。はい、ではちょっと実際に食材も焼いてみます。だんだんこう網も温まってくるとちょっと焼きやすいかなという感じですね。そろそろいいでしょうかね。はい、ではちょっといただきます。しっかり中まで火が通ってうまいですね。まあ、下準備は簡単ですし、まあ、こうやって食べてる最中にも、もしもうちょっと置き火にしたければ手元で簡単に調節もできますし、火の調節準備が非常に簡単というのがやっぱり特徴じゃないかなと思います。はい、今回はこちらキャプテンスタックの焼き名人卓上カセットコンロをご紹介しました。最近はですね、キャンプのシーンだけでなく、まあ、ご自宅の車庫やベランダなんかでもこういったアウトドアを楽しまれる方が非常に多くなったかと思います。そういったシーンでですね、手間をかけることなく美味しく楽しく食材を焼くことができる、そんな製品になっていると思います。ぜひともこちらチェックしてみてください。ありがとうございました。